者デザイナーのヨッシーです。今日は、渋谷の MOD さんでヘルベチカが取り扱いしていただけることになったので、そのご報告として動画を撮っております。で、今回ですね、置いていただくのは3型あります。ハイデンシティドロップクロッチカーゴトラウザーズって、ちょっと長いんですけど、サベンパンツと、あとシャツ、マグネティックフロントフライシャツと、こちらですね、ちょっとこのごついやつが、ダイニーマとゴアテックスの2層構造のハンネルネックジャケットが取り扱いしていただくことになりました。MOD さん、雰囲気怖いってね、結構言う方多いですよね。よく言われますね。そう、たくみさんって店員さんです。MOD スタッフのたくみと申します。よろしくお願いします。物腰こんな感じなんですけど、完全に殺し屋。そうなんですよね。これもう誘惑のカラスのやつです。もしくは男塾のまんじまる先輩ですね。分かる人だけ分かってもらえるという。まんじまるのやつ。寄らなくていいですよ。本当に優しいので、見た目はこんな感じでちょっと怖いかもしれないんですけど、扱っていただけることになりました。今まで展示会とかポップアップの時にしか実際に着ていただくことはできなかったんですけども、店舗で置いていただけることになったので、実際ですね、皆さん着ていただいて、気に入ったら買っていただけるといいかなと思っております。ちなみに今着てるので、これがマグネティックフロントフライシャツです。ここにこうマグネットがあって、実物見るの僕も初めてなんで。そうですよね、はい、これ上からこう名刺入れとかこうコンと落として、こっちからこう取れるっていう、はい、でこう磁石の音がってこう、そうですね、これいいですね、はい、これいいっていうふうに言っていただいてます。でボタンも全部水牛ボタンを使っていて、細かいんですけど寝巻きしてもらって、うん、このボタンに高さが出るっていうのがやっぱちょっといいシャツのやつっていう、そういう仕様にもこだわっていて、スプリットラグラになってます。前はセットイン、後ろがラグランみたいな感じで、作るの大変そうですよね。これすごいね、結構そうなんですよ。前方すべからく文句言われるっていうのはありました。で、どっちかっていうとシャツジャケットみたいな厚みが、そうですね、ちょっと薄手というよりかは割と秋冬とかでもいけそうな感じの、そうなんですよ、逆に真夏きついっていう感じなんですまあ黒いですよね、クルバーね、もう黒いんでで、こうパンツが、これです、ドロップクロッチカーゴパントラウザーズっていうものです。で、これはですね、伸縮性のある素材で、撥水加工がされているので、まあ雨、多少の雨は全然平気です。こんな感じで、でかいスマホもギリ入るぐらい、あ、本当だ、ぴったり、はい、ケース付きのでかいスマホがギリ入るぐらいの感じです。で、カーゴポケットさ両サイドあって、計12箇所ポケットがあるっていう、これジップがすごい高級感ありますね。そうですね、これエクステラのファスナーで、うん、ここからも中にアクセスすることができます。斜めについてるの、斜めについてます。なんか俺が一番ワクワクしたって見てるんですけど今初めて言うね、そうなんですよね、最近予約仕上がったので、かなりサレールなんで、ハピーチを上目にしても全然良くて、上目にするとこんな感じになります。サレール感はちょっと弱くなって、でこの丈をピッチでこう遊べるっていうか、そんな感じに。上の方に持ってるとシルエットかなり太く見えますね。そうなんですよ、結構ここの筒自体はそんなに太くないので、結構これ上に上げて履いちゃっても全然いいと、はい、いろんなトップ線対応できそう。そうなんですよ、これが一番の大物っていうか、ファスナースライダーを全部自分で加工したんです。ありがとうございます、すいません。この白い方が、ダイニーマ、補給するダイニーマを使ってます。ダイニーマって本当はもう本当に群れる素材なんですけど、これは通気性があるダイニーマっていう初めての素材と、インナーに使っているのがゴアテックスプロのナイロンライナーっていう生地です。どちらもね、海外から取り寄せました。どちらもファッションアイテムに使う生地じゃないですよね。なかなか、そうですね。で、ジップがいっぱいあるんですけど、僕のおすすめとしては、これで着てもらうのがいいのかなと。
内側も見せながら。そうですね、内側の生地も見せつつ幾重にも走るエクセラがギラギラに輝くっていう。本来軽い素材のはずなのに重くなってるっていう両サイドに大きいポケットがバカッとあるんで、まあ、これ自体防水なんで中に入れとけば、まあ、ファスナーから侵入、水が侵入ってことはありますけど、まあ、そんなに濡れるってことはないのかなと思います。でちなみにリバーシブルなんで、はい、これをですね、こうするとめちゃくちゃ印象変わりますね。はい、ガンメタルみたいなのかな。そうですね、ちょっとブルーシェーみたいな感じなんですけど、このファスナースライダーをワイヤーを入れて収縮するチューブを透明なの入れて、白いの入れてみたいな感じすげえ面倒くせえ加工をする思いつきで始めたんですけど、はい、着数分やるっていうのは本当に鬼でしょ。そうですね1着ぐらいだったらいいんですけど、さっき取り出しながらこれどうなってんだろうってずっと思ってたんで。そうなんですよね、はい、でまあこれ取り外して1着ずつになります。そのためのこの実験です。じゃあ匠さんにちょっと来ていただこうと思います。蓋も来たらいいと思います。ちょうどですそうですね。じゃあ、ちょっと聞かせていただきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。着替えたい。下から、これをカメラを入れて。ちょっと待って、どうなのそれ。カモン、匠。カモン、匠。これさ、こうなりました。着ていただきました。いや、いいっすね。いいっすね。いや、これ、まずパンツの、履き心地やばい。逆に不安になる履き心地良すぎて。履いてない。履いてない感じ。履いてないで歩いてるような感覚に襲われてる。本当だったら真面目にやばいんで。真面目にやばいですこれ。ちょっと下のこの着心地とこの肌触りで、あのシルクを履いてるような感じのイメージなんですか。なんか感覚がない。とろみのある生地なので、はい、すごく履き心地いいんですよ。履き位置多分あの僕より身長かなり高いので。何センチですか。181センチの匠さんが普通の位置で入ってますか。今ちょっと腰で入ってます。ちょっと腰で入ってます、はい、でこれくらいです、はい、でもこれがすごいですね。でこれ撥水なんですよね。撥水です。だからジャージ素材とこの履き心地を維持しながら撥水っていうのが去年から雨多いじゃないですか。確かに。だからこれもかなり重宝するなっていうのが最初の感想ですね。あ、よかった。普段も自転車とか乗ることも多かったです。あ、言ってましたよね、はい、すごい距離チャリで行くんですよ半径 15km 以外の佳境院の名前半径って言われたら佳境院しか出ない世代ですね。世代ですね。そう、でもそういう感じの、 あの外のアウトドアとかにはやっぱり強いものとかがやっぱ欲しかったりするんです、パンツだと、うんうん、であのチェーンとか引っかからないために先がこう調整できるやつがいいんで、そういった意味でもかなり重宝するなっていう印象です、ね、そうなんですよ。自転車乗るとき僕もチャリ乗るんで分かるんですけど、はい、ちょっと上目で履くとサレールじゃなくなる。そうですよね。そうなんです、うん、だから履き位置上げれば、そうサレールってここの可動域もあるんでペダルが焦げるんで。そうなんですよ。でパターンはもう足広げた状態で取ってるので、はい、もう上に上げても引っかかるというか。そうですね、あんまない。実際こう上げてみてもこの時はこのぐらいまで上げてしまっても、そうですね、はい、いいんじゃないか。結構スリムっぽくなります。確かに。でやっぱりバッグとかも新しかったりするときにこの街のついたポケットが相当いいですね。でやっぱ革靴ともいいですね。そうですね、アルチザンっぽいのともやっぱり合うんで。あ、これもかなり、しかも下が取り外せるんで全シーズンいけてしまうのがいいですね。そうですね、はい、また正直実物を見たときにこれはやばいだろうって思ってたんですけど、はい、ハフとますますやばいですよかったです。ジャケットどうですか。これもうでも正直になんだかわからないぐらい置き心地がいいです。これ確かにわかんない。人が着てるの見るとすごい感慨深いものがありますね。勝手に感動してしまうっていうのは今のところオンラインだけだったんですね。そうそうですね、リアルでなかなか。確かに、はい、で展示会の時にこのジップの仕様も今と違ってたんで、あ、ようやく完成みたいな感じなんですけど。そうなんです、はい、これはワンサイズで。そうなんです、ワンサイズでちょっと大きめにガバッと着れるようになって、はい、
なんか本当にこ の, あの手間のかかりようがやばくて、で真ん中のリバーシブルのファスナーのプルタブだけ、はい、これこの紐実は第2話なんですよこっちはワイヤーなんですけど、こっちとかワイヤーなんですけど、ここは第2話のコードをあの熱収縮するもので加工してあるっていう。一応聞いていいですか、はい、なんでこれを第2話にしたんですか。いや、やっぱこっちが第2話なんで合わせちゃおうかな。こだわりやばいな。一個一個作りました、これは。そうですね、はい、職人の手作業で作られた。いや、ね、大変でした。なんかヒートガンで手をあーってあれ結構危ないんですよね、ヒートガン。第2話で普通に切れないですよね。結構あの切るときは切れ味のいいニッパーでもう一気にバンってやる。あー、それでなんとかまっすぐいくっていう。カーブは難しいですね。でこの辺とかも相当大変だったんですか。そうですね、結構難しいみたいで、本当に工場さんと何往復もやり取りさせてもらって、その愛の結晶。愛の結晶、そうです。愛先ほどあの店長のゆうすけさんと、もうここまで作り込まれたらお手上げだねって話をしてたんで、ありがとうございます、本当に嬉しいですね、うん、ここまでやるかって言いながらこう、うん、この素材ってアイロンかけていいのどうなの分かんないとか。これはもうシワが味なんで、アイロンはなしでもうこのまま着てもらうっていう感じ。そうですね、めちゃくちゃかっこいいですよ。開けてきたバージョンですね。これはこれでなんか、うん、裏側からの拡大にはすごいいい感じなんですよね。そうですね、そうっすです。なんかあれこれ何使ってんのっていう感じがするので、うん、僕こっちも結構逆にクロート好みな気がしてます。あ、確かに、まあ、結構ポケットの作りとかはこっちの方がシンプルではあるんで。そうですね、うん、このポケットもかなり大ぶりですね。そうですね、かなりでかく作ってます。うん、デジカメとかも入りそうな。全然入りますね。僕はもともとこのガンメタルカラーがとても好きなので、自転車も実はこの色なんで。そうですね、あとはまあ袖絞れるのはこっち側だけなんですよ。白の第2の側だとこれ絞れないんです、はい、個人的にファンだからちゃんと着たいと思っちゃう。ありがとうございます。保湿性も多分かなりあるので。そうですね、なんかあの濡れないんですけど、はい、なんか守ってくれるっていう、中のあったかい空気を中に溜めてくれるっていうのがある。そうですね、だからもう真冬でも中にニットとか着ちゃえばほぼほぼいけてしまう。風が全然入ってこないんです。そうなんですよ。そうです、でこう全部閉めた状態でチャリで坂下っても全然大丈夫やっぱりでもこの部品がやっぱりパーツがすごい。パーツね、これがすごいの。頑張りました。なかなかない。うっかりあの酔っ払って握りしめると怪我してしまうので気をつけてください。やっていくと酔っ払うときはこれ着ない方がいい。そうですね、ワイヤー危ないんで。ちょっとしたこう身の安全を確保するためにはシラフで着ているのがおすすめです。一番です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。 M&D ストアの店長の橋本さんです。橋本です、よろしくお願いします。はい、あと橋本さん実は今年3月の、ポップアップにも実は来てくれていて、で実物で見てくれてたんですね、はいはい、それで扱っていただけることになりました。もう中目黒の展示会行かせてもらった時に実物を見させてもらって、とてもかっこいいなと思って声をかけさせていただいて、今回取り扱いが決まり、一応見れるのは実店舗で見れるのはあの MOD だけ現時点ではですけど、うん、ことなので、ぜひ足を運びいただけたらよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どういう